はい、こんにちは。勝俣博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、ガロ魔界戦記魔界稼働先行騎士ロードバンダイ2012メイドインチャイナということで、先行騎士ロードでございます。不動レオがね、変身する魔界騎士ということで開けてみましたが、おー、かっこいい。これはあれなんですよね、劇中で、CG のみということで、実際にね、この、アクト、スーツアクトは多分作られてないっていうのが確かこのロードでしたよね。で、今回初めて、そのなんか作られたものがこの魔界稼働のフィギュアということで、開けてみますと、おー、すげー。これはかっこよすぎるわ。これはいいですね。おー、顎もちゃんと開く。うわぁ、すげぇ、この顔の部分とかすごくいい。おー、これはやばいなぁ。いいですね。あー、可動もいいですね。おーおーおー、びっくりした。超普通に抜けたやん。結構軽く抜けちゃいますね。肩のパーツも結構動くなぁ。すごい。はい、このような感じ。そして、これが、魔界剣ですね。結構大きいですね、太刀がね。うん。ということで、早速、並べてみましょう。はい、少し補足です。今ね、この剣を持たせようと思って手首に入れようとしたんですが、まあ説明書には剣を持たせることができますって、こうやって書いてあるんですけども、明らかにここ太くて、入んないです。思いきしねじ込む感じです。だからなんかこう、傷つけちゃう感じになっちゃうのかな。うん。普通には持てないですね。親指がピッて取れるわけでもないですし、この手をすごい無理やり広げて、ねじ込むって感じですね。なので、そこら辺は気をつけてください。はい。ということで、並べてみました。ロードも含め、今までね、紹介してきたものを並べてきました。他のものもね、レビューしてあるので、もう開けてね、どんどんやっていきたいと思います。はい。ロードこんな感じでございます。かっこいいね。すげえかっこいい。うん。はい。ということで、5点はちょっとね、手に入らなさそうなので、5点を除くオール魔界稼働でやっていきたいと思います。それでは、また明日。